ここの攻撃から君たちを守れる。離れないようにしてくれ。アマゾンだ。道を変えよう。こっちだ。俺の後ろをしっかりついてくればいい。私の聞き間違いだったのかな。そういうのやめろって。びっくりするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたんだ。それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。魔物たちを片付けちゃおう。
うん、私も戦う。してないみたいだし、本当に良かった。これからどうする？今すぐ帰るか？そのお願いがあるの。一緒に大礼の様子を見に行ってもらえないかな。反魂の歌に起きてる問題はどう言ったらいいか分かんないけど、きっとアビスの汚染が関係してると思うんだ。今の状況を見るにエンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。八神の国には各部族の大礼を象徴する6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大礼の本体だとすれば、ここのトーテムポールは大礼の意識を共有する分身と言っていいだろう。分身が数多く存在するからこそ、大礼の意識は八神の国全体を覆うことができる。それによって魂がどこにいようとも見つけられるんだ。だが分身が広く汚染されれば、魂は八神の国をさまようことになる。けど汚染された分身は一つだけじゃないだろう。ここでアビスの力を浄化したところで、全体的に見たら大して意味がないんじゃないか。じゃあ大礼を見捨てるの？ずっと私を守ってくれたのに。賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物を釣れるかもしれない。そいつを一掃することで八神の国の悪化も少しは緩和できるはずだ。どうしたのカチーナちゃん。大丈夫。ちょっと頭が痛くなっただけ。また声が聞こえたんだ、頭の中で。大礼のことは放っておいて、さっさと帰れって。やっぱり帰るか。カチーナはここにだいぶ長くいるわけだし。大丈夫。こんなデタラメ無視するから耐えてみせるよ。もう少し行ったところにあるんだ。案内するね。それに私も戦うよ。だからお願い、大礼を助けてあげて。聞いてカチーナちゃん、もちろん私たちは一緒に行くけど、それはあくまで大礼を救うのが目的。カチーナちゃんに何かを証明させるためじゃない。自分のために何かを証明する必要なんてないの。もし耐えられなくなったら、ちゃんと私たちを頼ってよ。さーて、サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題を片付けていこう。うん、こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え、そんなことしたら君が危ないよ。大丈夫さ、アビスの魔物に力は及ばないが、この場所には詳しい。それに俺にはもうあまり時間が残されてない。俺の友人と同じで君たちも別れってやつが苦手だろ。さあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。帰るべき場所に帰れ。本当にありがとな、ここまで手を貸してくれて。君は立派な英雄だね。ありがとう。
我々は一人で戦ったりしない。頭痛はどう？支えてあげよっか。ううん、大丈夫。私が丈夫だってこと、マハラニちゃんもよく知ってるでしょ。かなり汚染が進んでるみたい。私たちの呼びかけに応えられないなんて。すぐ始めよう。みんな準備はいい？アビスの力を払うよ。気をつけろ、奴が来た。なんつうスピードだ。愚かな勇気には一辺の価値もない。あのような儚い魂で我の足を止めようとするとはな。しかとすりつぶしておいてやったぞ。お前まさかマルクを。いずれ散る定めにあった魂を案ずるより己の身を案じるべきではないか。我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、だからといって甘く見れば相応の代償を払うことになるぞ。いいな、アビスの力は人を酩酊させる。それによりなされる破滅はまるで芸術作品。我がここに現れたのもただ近くでそれを鑑賞する機会を逃さぬためだ。そこの小娘ほど甘い人間はいないだろうと思っていたが、まさか自ら死地に飛び込む間抜けがこうも言えようとは。短命な人間は実に哀れなものだ。圧倒的な力を何も分かっていない。コメ、プライド、友情、そんな空虚なものはただ自己を麻痺させるためだけにあるもの。何の力もない。エンジンが体裁の良い概念をこれほど作り出したのも知的な欲にまみれたがゆえだ。原初の恵みを何時ら凡人に分けたくないがためにな。でなければなぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまでに弱い。立ちいなよ。私カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？私はそばにいるよ。ありがとう。私、思い出したよ。もう、怖くない。だって、一人じゃないから。君の言い分は正しいのかもね。確かに、慰めは何の力も与えてくれない。でも、君は大きな勘違いをしてる。君の力はどれも努力して手に入れたものじゃない。だから力の根源のことを君は理解できない。何を言ってる？友情があるからこそ私たちは勇気に満ち溢れひるまなくなる。
力を生み出すのは友情そのものじゃなくて、友情という概念を信じ集まった私たちだよ。よく言ったぞムアラニー。この程度の敵、私たち二人で十分。行くよカチーナちゃん。うん、ごめんなさい。でも、でもやっぱりあなたを懲らしめないと。あいつに分からせてあげよう。ナタ中どこを探しても私たち二人のタッグにかなうやつはいないってことをね。私の古名が光ってる。ここに来るとき持ってこなかったのに。これはおそらく物質空間への投影だろう。だがなぜ古名が突然現れたのか。まさかあんたが。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込むとは、なんて考えなしな奴らだ。だが、かっこいいじゃねえか。さっきあんたが言った通りだ。一人ぼっちのナタ人じゃアビスの力に立ち向かうなんてできやしない。長い時間をかけ満身創痍になってようやく俺はそれを理解した。まったく散々遠回りしたもんだ。エンジン様の計画じゃ一人一人が自分の役割を果たし団結して初めて最も強大な敵を完膚なきまでに打ちのめせる。君は。俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた流線の銃の戦士だ。その名前聞いたことある。ナタを救った巨体の英雄だよね。俺の意識が古名の中から蘇ったっちゅうことは、あんたも大礼の記載を十分に理解したってことになる。すべての部族を団結させ、滅びゆくナタを救ってくれ。
私が血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦悶の暗闇さえも我々を分かつことはできない。ナタに訪れる危機を予知していたの。そしてその時からナタを救おうと。ここでゆっくり話すような内容じゃない。帰ってからじっくり説明しよう。一部はな。でもまさかムアラにも計画を担う一員だとは思わなかったぞ。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。簡単に説明できないみたいだし。聞こえるわ、カチーナ。我が愛しい子よ。よかった。でも、ごめんなさい。挨拶したばっかりだけど、すぐお別れしなきゃいけないの。私たち、もうここに留まっていられる余裕がないんだ。本当は、どうしてコメを私なんかに授けてくれたのか聞きたかったけど。でも、もう大丈夫。自分で考えて、努力して強くなって、そして英雄にふさわしい生き方をするって決めたから。ええ、でもカチーナ。何があろうと、私の目にはあなたが最も優れた子として映っているのよ。え？あなたたちは皆、私の最愛の子。あなたたちを育み守ってきたことをずっと誇りに思ってきた。コメは私があなたのためにつけた一つの名に過ぎないわ。両親があなたにカチーナという名をつけたのと同じように難しい意味はない。自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になろうとなんて考えなくていいの。私が望むのは、ただあなたがもっといい自分になることだけ。コメに新たな歴史を綴っているのはあなた。結果がどうなろうと重要じゃないわ。私はあなたを愛している。あなたの両親と同じくらいね。さあ、お行きなさい。ここは今も刻一刻と悪化している。変人の計画をあなたたちが一歩前進させたのを見れて嬉しかったわ。大切な人々や部族のためにナタを救いなさい、子供たちよ。ありがとうございます。子
こうして言葉を交わすのは初めてですけど、今の言葉はカチーナちゃんにとって何よりの励みになると思います。うわっ、 なんだ地震か。もう時間がない。アビスの力が迫ってる。早く逃げなきゃ。やってくれた。さあ戻ろう。みたいだな。でもエンジンがいないぞ。そもそもそうだぞ、力を失ってるって言ってたよな。エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さっきのあれは精神だけを八神の国に送ったんだと思う。精神だけであそこまでできるのかよ。
からには必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナちゃん、もう少しの辛抱だよ。急いで聖火競技場に行こう。出発前、お医者さんを手配してくれるってエンジン様が言ってたでしょ。ああ、お前たちは全員一通り検査を受けた方がいい。念のためにな。オイラはなんともないけど、お前はどうだ？それもそっか、お前はアビスの力なんてへっちゃらだもんな。さあ行くぞ。治療を受けるのはもちろんだけど、ヤガミの国で得た情報も共有しないとな。そういえば大霊が言ってたエンジンの計画って一体何なんだ？それはエンジン様に説明していただこう。今ここにいる全員が計画の一員になったわけだしな。私たちの行動の全てがナタの運命を左右するんだ。